親父ならこの中だぜ。あいつが教会に用事とはね、絶対何か企んでやがるぜ。つまらん噂を吹聴しておるようだな。つまらん噂？それをしているのはあなたでしょ。常識でものを判断していただきたい。数百からなる空中艦隊ですと、9世紀の雷撃兵器を使う？へっ、仮にも司祭ともあろう方がそのような流言飛語に惑わされるとは。たとえそれほどのものでなくても、戦えば死者が出る。おとなしくしていれば彼らもいつかは去っていく。だが我々は違う。戦って負ければ行き場はない。この町は神の力に守られている。そう言ってたのはあなたですぞ。ドラゴンも神の力ではありませんか。ふん、信仰を失った者が何を言う。誰だ、よそ者のハッターではないか。なぜここに。バイマン、貴様。エッジ殿、守備はどうです。湖の帝国軍は全滅させた。この町の近くにはもう一隻も残ってないはずだ。あっはです、司祭殿。帝国軍といってもたった一体のドラゴンに滅ぼされるようなものじゃありませんか。そんなものに怯えていたとは。所詮張り子の虎、恐れるほどのものではないということです。これで町の人間の考えも変わるでしょうな。この町はドラゴンによって守られた。私の予言通りにね。どちらを次の司祭に推すか考えるまでもないでしょうな。愚かなやつだ。いつかお前にも分かる日が来る。続きは明日の評議会で聞きましょう。ああ、待たせたね、エッジ君。君のおかげで全てがうまくいったよ。いやあ、まさにこの町の英雄だよ、君は。それより。ああ、遺産のことかね。悪いが明日まで待ってくれんか。評議会が終わるまでは許可がおりんからな。ああ大丈夫。明日からは私が司祭だ。では私は家に戻るよ。こう見えても忙しい身でな。Thank you.
君、ここをどこだと思ってるんだね。君、ああ、君か。今は次期司祭を決定する微妙な時期でな。申し訳ないが、席を外してもらえんかな。今日のところはこれで引き取ってくれ。どうだった、守備は。明日もう一度来いって。ま、いいや。それよりお前に渡すものがあるんだ。手紙、誰からだ。俺が知るかよ。お前の知り合いじゃないの。ハンターみたいな感じだったけど、なんか妙なやつだったな。久しぶりだな。正直言って驚いたよ。まさか君が噂のドラゴン使いだったとはな。それだけか。僕のことを覚えているのなら、自分があそこで何をしたかも覚えているはずだ。あの発掘所でな。エッジ君、これは戦争なのだよ。世界を破滅から守るためのね。その鍵とも言うべきアゼルを手に入れる。それにはああいう方法しかなかった。もっとも帝国はまだ諦めていないようだ。君に会いに来たのはそのことだ。撃つな。クレイマン。大丈夫か。逃がしたか。
やっぱり帝国の奴らだったんだろ。昼間からなんか怪しいと思ってたんだ。どうだい、俺も役に立つもんだろ。どうしたエッジ。いや、なんでもない、なんでもないんだ。クレイメン、よく来てくれた。分かっておる、例のものだな。我々に残された遺産、すなわち守り火の火種は教会の聖堂にある。これがその聖堂の鍵だ。これは君に差し上げよう。もうこの町には必要ないもの。それはできない。僕にはまだやることがあるんだ。まあ、ちょっと待ちたまえ。君には君の都合があるかもしれんが、ここを守るのも大切な使命だと思うよ。神の使いは神の町を守るべきだろ。関係ないよ、僕はただの人間だ。そう言わずに考え直してもらえんかね。やっぱりダメだよ、悪いけど。そうか、ならばそれなりの対応を考えねばな。どういう意味だ。帝国が二度と来ないという保証はない。それでも君がこの町を見捨てるのなら、統治者として帝国と交渉することになるな。そう、例えば町の安全と引き換えにドラゴンの情報を。なんだって。いや、あくまで例えばの話だよ。まあ今すぐ返事をくれとは言わん。ゆっくり考えてくれ。私の提案を受ける気になったかね。わかった。でも養ってもらう必要はない。ずっと町にいるわけにはいかないからね。まあよかろう。ただし有事の際は私の命令に従ってもらうぞ。いや、もちろん働きに応じてその礼はする。よろしく頼みよ、エッジ君。私の蔵書に興味があるのかね。外界との交渉に備えて集めた資料だが、君とドラゴンがいる以上もはや無用だな。よかったら持っていきたまえ。
丈夫か？こいつの光り方が変わってたから慌てて飛んできたんだけど、そしたらお前がこれに触ったまま光に包まれてて。光？ああ。さっきの幻見えなかったのか？見えなかったって何が？塔があって、そのそばに。ここだよな。あれ？何も起きないぞ。俺はもう少しこいつを調べてみるよ。